ブルゴスクルブデフトボル SAD はスペインカスティーレイレオン州ブルゴスに本拠地を置くサッカークラブ2021から22シーズンはセグンダ・ディビシオンに所属しているホームスタジアムは収容人数12,646人のエスタディオ・エル・プランティーを1922年ジムナスティカ・ブルガレサ・クルブデフトボルという名前でブルゴス CF は設立された 1983年、クラブは財政赤字に直面し、ブルゴス CF のリザーブチームを残してクラブは消滅した。このリザーブチームは後に、レアルブルゴス CF と改名して新たなスタートを切り、1990から91シーズンからは3シーズン連続でラリーガの舞台に立った。1994年、 ブルゴス CF の再結成が決まり、フェリックス・アルナイス監督の元6部からのスタートが決定した。アルナイスは2シーズン連続でクラブを昇格させ、テルセーラ・ディビシオン2までクラブを導いた。1997から98シーズンには、コパデル・レイに初出場。2000から01シーズンは、セグンダ・ディビシオン B でリーグ優勝を果たし、セグンダ・ディビシオンへと昇格した。 しかし、セグンダには1シーズンしか在籍できず、わずか1シーズンでセグンダ B に降格。2007から08シーズンには、テルセーラにまで落ちぶれるなど、2010年代は低迷を続けた。2020から21シーズン、セグンダ B で優勝を果たし、昇格プレイオフへ回ると、プレイオフ決勝でビルバオアスレティックを破り、 実に19シーズンぶりのセグンダ復帰を達成した。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。